二酸化塩素とは、塩素の酸化物で、化学式黒2で表される、無機化合物である。塩素の酸化数はプラス4。常温、常圧では、塩素やオゾンのような刺激臭のある大々色から、黄色で空気より重い気体であるが、濃度等により、周期、色調は異なる。光や熱に対しては、不安定。液体は、赤褐色で、比重1.64。固体は、 濃硬色、溶解度 0.8g、100ml。塩素原子状に、不対原子を持つ分子であり、反応性が高い。塩素酸に、その他の酸を溶かして得られる。二酸化塩素の構造に関する論文によると、液体二酸化塩素の構造は、渦の通り、殺菌作用があり、殺菌目的として、水を消毒するだけでなく、消臭目的の消臭剤などにも使われる。 それだけではなくメタンの酸化目的にも使われる。パルプを製造するとき、繊維の漂白に用いられる。かつて塩素ガスが用いられていたものが、セルロースの酸化によるパルプの機械的強度の低下を低減させるために置き換えられたものである。ゲル化剤等を混合させた、素生物を隙間のある容器に入れた季節性の商品が流通している。2008年、強毒性。 H5N1 型鳥インフルエンザの人型変異と、それに起因する世界的外流行への懸念から、空間消毒薬として二酸化塩素ガスが注目され、日本の経済報道番組でも紹介された。それ以後も、日本のプロ野球団で使用されていると、スポーツ紙で取り上げられるなどしている。また、2010年には、インフルエンザ様疾患の発生を減じる、可能性が報告された。 しかし、二酸化塩素の安全性は、経口摂取では確認されているものの、長期間低濃度雰囲気での暴露にかかる安全性の検証は、不安定で反応性の高いガスであるためか、世界的に見ても十分とは言えない状況である。このような状況ではあるが、アメリカ産業衛生専門家会議が定める、作業環境基準においては、 二酸化塩素の酸化力は塩素よりも小さな値とされており、また、ラットの吸入による急性毒性を表す半数致死濃度も塩素より低濃度であり、二酸化塩素の方が塩素よりも毒性が強いと考えられている。アメリカでは、労働安全衛生局は1日8時間暴露で 0.1ppm を暴露限界として設定しており、日本では 製造事業者側がこれを二酸化塩素による空間消毒薬の暫定的な安全基準として提示することがある。他に、米国産業衛生専門家会議が1日8時間、または週40時間曝露で 0.1ppm、かつ常に15分間の TWA が 0.3ppm 以下でなければならないとバレ限界を設定しており、国立労働安全衛生研究所も、 別の条件下における暴露限界を設定している。これらの基準値は一般家庭ではなく工場などでの成人の職業性暴露を念頭に設定された値であることに注意をしなくてはならない。日本においては労働安全衛生法で名称等を通知すべき危険物及び有害物の一つとして指定されているか、一部地方自治体の生活環境保全条例や 化学物質環境安全管理指針等で排出が規制されている。曝露限界に関する基準は存在しない。業界団体である一般社団法人日本二酸化塩素工業会は空間除菌製品にかかる室内濃度指針値を 0.01ppm に設定しているが目安値であり、定常状態における濃度水準を示したものであり。 最大許容濃度や二酸化塩素ガスの有効濃度を示したものではない。2017年、国立病院気候仙大医療センターの研究者らは、身体装着型二酸化塩素放散製剤にメーカーが標榜するような病原体の抑制効果はなかったと報告した。日本の独立行政法人国民生活センターが、末置き方向材系の空間除菌を謳った商品に、 対して行った調査では、二酸化塩素を有効成分と謳っているにもかかわらず、放出が皆無である製品の存在や、周期が原因とみられる、体調不良者の発生、自社での有効性、安全性確認がなされていない製品がほとんどである、実態が見られた。また、同期間が行った、首から下げるタイプの除菌用品に対して行った調査では、一部の商品に、 化学熱症を引き起こす皮膚腐食性や安全性を過信させる表示が認められるなど今後の改善が求められる。なお、二酸化塩素がウイルスや細菌を死滅させる事実があっても日本においてウイルス感染を予防できる旨を商品の効果、効能として表示するには厚生労働大臣による医薬品としての製造販売承認が必要である。現状としては 医薬品として販売されている製品はなく、雑貨として販売されているにもかかわらず、不適表示、広告している製品が見られると指摘されている。これらの状況を踏まえ、業界団体、一般社団法人日本に参加塩素工業会が設立されているが、加盟企業に対し、有料後に及び有利後に表示があったとして、景品表示法違反による措置命令が出されている。 二酸化塩素自体は常温において気体であり、多少の熱や光によって分解されることから、長期保存に適さない。そのため空間除菌を謳う製品では、長期保存を可能とする成分を加えた水溶液としたり、亜塩素酸ナトリウム等を使用時に反応させて二酸化塩素を発生させるなど、各社各用の手法をとっている。なお、安定化二酸化塩素と称する物質は特定の 化学式と対応している物質ではなく製品ごとに異なり、当然に物性や安全性も二酸化塩素とは異なる。ありがとうございます。